本日お話を伺うのは社会学者で大阪府立大学教授の坂井隆さんです。坂井さんは2021年12月15日にブルシッドジョブの謎、クソどうでもいい仕事はなぜ増えるかというご本を発表されました。ご著書についてお話を伺います。本書はデイビッド・グレーバーの著作であるブルシッドジョブ、クソどうでもいい仕事の理論を翻訳された坂井先生によるその内容についての解説や補足を主たる内容としています。本書を出版されようと思った経緯を教えてください。デイビッド・グレーバーの本っていうのは基本的にこう部分部分っていうのは非常に明快なんですけど、全体的に何を言ってんのかと言われるといまいち、あ、おやと、あれとあれはどうつながってんだろうとか、これとこれはどういうふうに論理的に連関してるんだろうとか、結局この問いに対する応答は何だったんだろうとか考え始めると、意外と自分たちでも分かってないと、翻訳者もよく分からないと、っていうような、なんかこう、書き方をする人というか、まあ基本的にそんななんか大きな、これはっていうフレームがあって、そこからこう展開していくような人ではなくて、議論の立て方じゃなくて、いくつかこう、概念を立ったら、それでこう現実の複雑な世界にこう分け入っていくというか、発見法的にこう展開していくよっていうような、文体を持ち味としている人なんで、あとまあ彼のあれですよね、まあアメリカ的な書き方っていうのもあるんですけど、基本的にはまあ彼のキャラクターとかもあって、いろんな分かりやすいこう事例とかだってたくさん出てくるんで、一見分かりやすいかなと思うんですけど、意外とね、分かんないっていうね、考えてみたら分かんないと。それでまあちょっと自分でも整理するために、こんなにね、こういろいろ関心を持ってくれる人が多いんなら、自分でももうちょっとちゃんとこう説明できるようにしといた方がいいかなというのもあり、まあこういう手引きの本があってもいいのかなというふうに思いました。ブルシッドジョブの要点の一つは、単にどうでもよかったり有害だったりすることを意味があると見せかける演技や欺きが強制される点にあるようですが、なぜ演技をすることが働き手に強い苦痛を生むのでしょうか。僕の本でもちょっと強調しましたけど、グレーバーのブルシッドジョブの一つ、ユニークなところっていうのは、このブルシッドジョブがブルシッドジョブをね、こうやっている人たちの精神にどういうふうに影響を与えているかという、すごいネガティブな、その影響の当て方にスポットを当てたところが一つ、まあユニークなところだと思うんですね。で、その中に出てくる論点ですよね。この演技欺きっていうものが、こう人の心をこう蝕んでるっていう話ですよね。で、ちょっと整理すると、一つ、基本的な話としては、そもそもブルシッドっていうもの、要するにもうどうでもいい、当人ですら無意味だと思っている仕事についている人たちが、まずメンタルにあんまりこうよくない状況の中に置かれているというような話を押さえておく必要があるんですね。そもそもブルシッドをやるっていうこと、ブルシッドを強いられるっていうこと自体が、こう人のこう、精神的なものにネガティブに働いていくと。で、これはなぜかっていうと、まあよくね、こう彼がこう出す事例でもありますけど、囚人労働ですよね。刑務所の中で一番の罰は何かっていうと、全く無意味な仕事を、それこそね、シジフォスの労働じゃないですけど、岩をね、こう持ち上げて下げるだけみたいなね、下ろして、また持ち上げて下ろしてみたいな、単にも穴を掘って埋めて、穴を掘って埋めてっていう、全く何の意味もない反復的な作業をやらせるのが一番のこう罰だという、刑罰になるという、一番こう苦痛を与えることになるという話が出てきますけど、基本的にはこう、
当にすらこう何の意味もないということをこう強いられるということは苦痛であると。でそれはなぜかっていうと、ここで彼はね、ある心理学者を手がかりにしながら言ってますけど、自分が原因になれない、自分がこう世界に対して何がしかの原因として働くということは人間にとっても重要なことで、人間がこう自分の生きている実感とか、人間がこう喜びを感じるとか、人間がこの世界というものに生きていく、それこそも肯定的な感じを与えられるのに大事だというような議論を使うんですよね。で、何らかの形で自分が社会に影響を与えることができる、メイカーディフェレンスですよね、英語で言うとね、こう何がしかの違いをこう生むことができるっていう、それがとても大事なんだけど、ブルシッドジョブっていうのは基本的になんでこんな多くの人が、それなりに給料をもらっていても、それなりに労働条件が良くても、むしろ何もしなくてもお金ももらえるにしても苦痛を感じるという人が多いかというと、自分が原因になるっていう、自分が世界に生きていることの実感を感じる一番の根源を毀損されるからだっていうのが前提ですよね。でその上でこうブルシッドジョブっていうものには、こうそれを踏まえた上でですけど、ブルシッドジョブにはいつもこう、演技とか欺きの次元があるっていうのが一つブルシッドジョブ論のポイントだっていう、ことを、まあ、この本でも強調しましたけど、だからブルシッドだっていう話は強調しますけど、無意味なことをやってるんだけど無意味なことではないというような、ふりをしながら、無意味でないというような装いで無意味なことをやってると、それをこう言わないような約束のもとでこう、成立しているというような微妙な世界なので、いつも我々はこう何がしかのこう欺きとかこう演技を強いられているっていうのがこうブルシッドジョブの一つのポイントだったんですね。ブルシッドジョブ論は、仕事が多いことは常にいいことだという視点を相対化できると指摘しています。仕事が多いことがいいことと考えてしまう私たちの感覚はどこから来ており、その問題点はどのようなところにあるのでしょうか。仕事が多いことがいいことだっていうのは、基本的に、我々はこう生活の糧を得るのは労働を経て初めてであるという、我々がこう生活できるのは労働を通してだという、もっと言うと賃労働を通してこそ、我々は生活することが可能になるんだという発想が元にあるわけですよね。だからこそ仕事、失業が増えていると、あるいは貧困者が増えていると、仕事を作ると、仕事をもっともっと作ろうと、というような発想になっていくわけですよね。ということは、つまり我々は労働があって、初めて労働を経験することで、何がしかの労働というものを行うことで、初めて生きる資格が与えられているという発想と結びついてるんですね。だからこの、とにかく仕事を作るっていうのはいいことだっていう、いわゆるここでは、まあ、僕の本では雇用創出イデオロギーっていうふうに表現しましたけど、何でもいいからとにかく単にこう給付を与える、困ってる人に単に給付を与えるんじゃなくて、で働けるものは必ず労働を何がしかの形で支出して、それがどんなに無意味な労働であろうが、どんなにもう結果的には地球を破壊するような労働であろうが、それをやってから初めてこう対価を得ることで、彼女は生活することができるというね、そういう発想と結びついていて、特に20世紀から20世紀のこう特に大戦以降は、最初はこう福祉国家あるいはケインズ主義的な政策という形で現れて、ネオリベラリズム以降はこうやってブルシッドジョブっていうような現象も含めるような形で、普及しているとっていうような話ですよね。労働と、生きることっていうものをほぼ同一のものとして考える、働かざる者食うべからずというような、ね、発想とこう結びつくような、労働を市場と考えるような、イデオロギーがあると。でもこのイデオロギーっていうのは基本的にこんなに強固になったのは、資本主義の発達と、不可分なんですよね。
だから資本主義以外の世界の在り方をこうつぶさに見てみるならば、ここまで労働とこう人の人生っていうものを重ねて、労働に比重を置いている、労働に重力を置いている、こう価値観を持った社会っていうのはそうはないっていうことが分かってくるわけです。で、このまたそのそこで言う労働も単なる労働じゃないんですよね。単なる労働じゃなくって、苦痛をこう何かしかの形で人がこう苦労したり苦痛を覚えたりするようなある種の労苦とこう結びついてるんですね。レイバーっていう概念自体がね、そういうニュアンスを持ってるんですけど、で日本だとね、ますますこう苦痛があってこそ初めて仕事だみたいなね、単に労働がこうな何の目的に奉仕するのかと、この労働っていうのが一体何の役に立つのか、何のこう世界の維持にないしは向上に役に立つのかっていう問いではなくって、労働そのものがこう価値がある。でしかもその労働っていうのは人がこう一人前になったり、人がこう、社会に、社会人なんていう言葉があるのもそうですよね。人間が社会に、一員として認められるためのある種のモラルの、道徳的なニュアンスさえ持ったりするんですよね。でそれがまたこう苦痛と結びつくと、それはどういうことかっていうと、苦労して一人前とか、我々の頃はもっと、こんな苦労があったんだぞってね、こう言いたくなるわけですけどね、仕事にはこう苦労、苦痛、そういうものが付きまとっていると。でそれによってこう人間は一人前の存在として認められていく、価値ある存在として認められていくっていうことですよね。でここにはまあもう経済だけの論じゃなくて、モラルがいつもこうべったり張り付いてるっていうことですよね。ネオリベラリズムは官僚主義を促進し、人間を競争させるためにあらゆることを数量化する必要が生まれ、報告や評価等のペーパーワークが増え、それがまたブルシットジョブを形成していくと論じています。なぜ、そして誰が人々を競争させたがっているのでしょうか。ネオリベラリズムは普通は官僚主義とはこう正反対と見なされてるんですよね。だからネオリベラリズムがこれほど進展していくっていう、これほどね、こう受け入れられていくっていうような背景には、それがこうまずお役所仕事とか官僚主義とかを打破すると、で自由化、規制緩和によって自由の領域を拡大すると、そういうようなこうお題目があるから、結構受けやすいということがあるんですよね。でそれは要するにマーケットの論理と国家の論理っていうのはこう相反するっていう経済学の基本的に強固な観念があり、さらにはネオリベラリズムはそれを利用する形でこうどん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 こうこれまで公に属していたものまでこうマーケットに、マーケットの論理でこう、侵食するというか、こう覆い尽くそうとしていくっていうことですけど、でそこで何が起きるかっていうと、まあもう本当にもうこれは皆さんが体験されてることだと思うんですけど、本当おかしいですよね。このネオリベラリズムはこう中曽根改革から最近の維新のさまざまな施策に至るまで、官僚お役所っていうものをこれだけやり玉に上げながら、市場の論理、いわゆる民間の論理っていうものをこう蔓延させていくわけですけれども、どうなんですかね、皆さんのね実感としてね、20年前30年前と違って自由になったっていう感覚、なんかどれほどあるんですかね。もうこのネオリベラリズムの言語でどんどん社会が変えられていって長いですけど、昔より社会が自由になったとか、もっともっと伸び伸びしていると思ってる人どれぐらいいるんですかね。それこそ多分ね、そうはいないと思うんですよね。30年前よりペーパーワークが減ったとか、お役所的な手続きがこう少なくなって簡素化された、本当の意味でこういろいろ
シンプルになってよかったなっていう人がね、どれほどいるかっていうのはかなり怪しいと思う。逆を感じてる人多いと思うんですよ。いろんな職場でも本来結構自由の裁量に任されてたものまでどん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 こう、手続き主義が入ってきて、さっきのマネジリアリズムですよね。手続きがこう厄介になって、提出する文書が増えていって、でこれはネオリベラリズムの言ってることと実際っていうのが大きく乖離しているという、一つの例ですけれども、実際のところさっきも言ったようにこうマーケットをこう、ネオリベラリズムっていうのはあちこちに競争原理を持ち込むことによってこう拡大していくんですけど、だからそれまではマーケットに馴染まない、マーケットの市場の論理には馴染まないっていうような領域も市場の論理をこう、そこに広げていくっていう、その時に競争原理を導入するんですよね。で、競争するためには、競争原理を導入するためには定量化しなきゃいけないですよね。比較しなきゃいけないから。だからそれまではこう比較に馴染まないと思われていた領域も、例えば教育なんかの論理なんて領域なんてそうですよね。こうなかなか数量化に馴染まないし、こう基本的には人間のこう成長に関わるところだから、公共の非マーケットの論理に委ねられていたわけですけれど、それをマーケット化しようとするとこう定量化せざるを得ないと。でそれをこういつでも測定して比較して、可視化しなきゃいけない。でそこでこうペーパーワークが増えていくわけです。定量化にまつわってさまざまなこう仕事が増えていくわけですよね。でこれがね、一つ、あくまで一つなんですけど、ネオリベラリズムが実は言葉と裏腹になぜこんなに、お役所仕事を増やして、ペーパーワークを増やしているようにこう見えるのかというか、実際そういうふうになっているのかということの、理由ですね。でかつ、まあね、誰が人々を競争させたがっているのかっていう、まあ、これは基本的にこの、ネオリベラリズムっていうものは、競争する人間っていうもの、市場の人間の本性を競争する存在というふうに考えてるんですね。競争させることによって、自分たちのある意味でこう掌握できる、管理できる、統制できる領域も広がっていくんですよね。だからそれはある意味でそこから利益も上げることができれば、一方で管理とか、統制もこう強化できるっていう、そういう複数の なんていうのかな、こう複数の、衝動に根ざしてるというか、こう意識に根ざしてるというふうには思います。ブルシッドジョブを生み出す要因でもある空気を読む、苦痛がなければ労働ではないといった感覚は日本独自でなく、普遍性を持った現象との指摘が印象的でした。日本ではどうしてこれらの問題を日本独自のものと考えてしまう傾向があるのでしょうか。すごくね、日本の社会っていうのは今特にそうだと思うんですけど、特にというかますますそう、再びそうって言ったらいいのかどうか分かんないですけど、とても特殊なものというふうに日本を考えすぎていて、それでなかなかね、こう日本社会の在り方も見えにくくなってるんじゃないかなというふうに思ったんですね。でそれで今回はなるべく日本の問題で言ったらどういう、日本の語彙で言ったらどういうふうになるんだということはこう挟むようにはしたんですけど、それをこう経由しながら考えるというふうに提示はしたんですけれども、日本が特殊だというふうにあんまり、日本がここは独特だというふうにあんまり言わないようにしてるんですよね。で、その一つの問題が空気なんですね。で、この本読むと分かるのは、やっぱりね、空気を読むっていうのは決して日本独特の文化ではないということが一つなんですね。で、それで実はその上で、この本にはあんま書かなかったんですけど、もう一つ考えることは、日本で空気を読むっていう言われていることが一体何を言おうとしているかなんですよね。で、これ何かっていうと、日本でいわゆる空気を読むっていう際に言われているのは、
基本的には上の人の顔色を伺うってことなんじゃないかというふうに思えてきたんですよ。これはグレーバーがこうブルシッドジョブで展開してる話じゃないんですけど、どっちかっていうとこう官僚制のユートピアっていう本で展開してる議論ですけど、彼は社会の中にヒエラルキーがあると必ず解釈労働の不平等な配分というものが生まれてくるって言ってるんですよ。これってどういうことかっていうと、解釈労働っていうのは人のが今何を考えてるかとか、今何を欲求しているかとか、推測するということですね。考えるということですね。相手がこう今何を欲してるか、まあ、要するに相手のことをこう推測するということ、考えるということですね。想像するということですよね。ところが、これはね、こう下の者が、解釈労働っていうのは大体下の者がに押し付けられていくと。で、上の人間、ヒエラルキーが上位の人間っていうのは基本的に解釈労働を省略できる。ですよね。なんでかっつったら、それはもう別に、下の人の心をこうおもんぱかったりしなくても、自分が命じたら動くからですよ。自分の思い通りにある程度なるからなんですよね。でも下の人間っていうのはこういつもこう上の人間のことを考えているわけですね。想像しているわけですね。で、解釈労働がこうやってヒエラルキーの中では、ヒエラルキー社会の中では不平等に配分されていくと。だからよく言われるように、女性は男が浮気をすると女性はすぐ読み解くとか、こんなさまざまな我々の社会の中にもうこの解釈労働の不平等な配分っていうのはもうものすごくいろんな形で言われてるんですよね。女性は勘が強いとか、男は女の浮気は気づかないけど女は男の浮気は気づくとか、主人の噂は奴隷、主人のに関する噂っていうのは奴隷社会の中ではもう瞬時に伝わっていくとか、さまざまな形でこうその解釈労働の不平等な配分っていうのは、社会の中でこうビルトインされてるということですね。で、まあ、もちろんその背景にはヒエラルキーが上の人間は別に相手のことを忖度しなくても、相手の心を考えなくても、相手が今気分どうかなって考えなくても動くっていう、指令すれば動くっていうのがあるわけですよね。命じられたら動くっていうのがあって、でその背景にはもちろん暴力があるわけです。権力とか暴力があるわけですけど、だからね、あれなんですよ、我々は天皇に対してお気持ちっていうじゃないですか。で、大体天皇が何を考えてるか、こう基本的には分からないわけですよ。ところが膨大にこの日本社会の中では天皇陛下のお気持ちっていう形でね、忖度しまくってるわけですね。だからある意味で言うと、日本が官僚主義社会であるということとこう忖度社会であるということはこうつながっていて、官僚というものは、市民は官僚の顔色を伺うし、官僚はこう上の顔色をいつも伺いながら、それによってこう自分がどう処さなきゃいけないかとか、どう振る舞わなきゃいけないか、どうしたらこう、怒られないか、どうしたらこう罰せられないか、どうしたらこうこの場をスムーズに動かせるかっていうことを常に考えてるわけですよね。だからこう忖度、忖度のこう構造がこうすごく発達してるんですね。ブルシッドジョブが増殖する仕組みとして、経営封建制やレント資本主義というレンタル料の徴収とそのばらまきについて説明されています。東京オリンピックの例なども挙げられていますが、こういった現象に対する酒井先生のお考えを教えてください。グレーバーの本では、このブルシッドジョブの本では経営封建制という形で今の資本主義のあり方をこう特徴付けてましたけど、でその背景には資本主義が今レント資本主義と言われるような、生産製造からこう利益を上げるというよりは、不動産とか株とか投資、金融を通じてこう利潤を上げていくっていう形態にシフトしている。
さらにはこう著作権ですよね。知的所有権。著作権、知的所有権というような、形態を介して、こう、利潤を上げるような形態へと変貌していると。で、これがよくこう、従来の利潤の上げ方というよりは、封建制に近い、略奪資本主義っていう言い方もあったりもしますけど、これまで蓄積されてきた、価値であるとか、人がこう作ったものというものにこう買い上げて、商標登録とかこう著作権をつけて、そこから利潤を上げていくというような要するに、規制的な形態ですよね。規制ですよ。パラサイトですよね。パラサイト的形態に資本のあり方が変わっているというふうにはよく言われるんですよね。でそれとおそらく、まあ、ブルシッドジョブの増殖する論理というのが結びついているのではないかというのがこのブルシッドジョブ論の中の議論ですけど、でまあこれはねとても今見えやすい例として東京オリンピックの例を挙げましたけど、あそこではまあもう本当に日本では一番見えやすいかなというふうに思ったんですね。膨大な税金が投入されて、でそれを、まあ、要するにそれはもう あえて言うならこう民衆 あれお金財なわけですよね。でそれを税金をこう通して吸い上げて、でそれを僕は中抜き王子って言ってますけど、電通のような、企業がばらまいていくと。でここでも本の中でも挙げましたけど、基本的にこう、一瞬スキャンダルになりかけた話ですよね。なんかよくわからない名目で、給与がこうすごい額が支払われていると、一体何の、ために支払われたのかよくわからない書類が上がってきて、ちょっとだけこうスキャンダルになりかけましたけど、基本的にはそういう形でおそらく、いろんなポストが作られて、あるいはいろんななんか仕事が作られてばらまかれているだろうと。で実質的にどんな仕事があるかわからないような仕事ですね。でその下ではこうそれなくしては運営されないような、それなくしてはこうイベント自体が成り立たないようなこうエッセンシャルワークの領域ですよね。医療とかボランティアの領域ですよね。あボランティアというか医療とか通訳とか会場案内とか、そういったこう重要な役割というものは、つまりエッセンシャルワーカーっていうのはほぼボランティアで済まそうとしていると。巨大なこう資金の吸い上げ、ばらまき、そしてこうエッセンシャルワークには資金がいかないというような、お金が回らないというような典型的なブルシッドジョブをこうとその背景にある今のこう資本主義の構造がそこにあるんじゃないかなというふうに、一番見えやすいかなというふうに思ったんですね。これはおそらく、今のこう資本主義が、一つ取らざるを得ない形態というか、現在の資本主義のシステムが一つ、生き延びていく、サバイバルしていく一つの方向だと思うんですよね。で、多分、例えばこれ大阪がそうですけど、大阪っていうのは基本的に、またこの論理がまた見えやすい場所だと思うんですけど、この間公園、大阪の公園というのは次々とこう民営化されてるわけですね。でそこにはたくさん今ではこう商業施設が、作られて、で公園の中、例えばそう民営化された、例えば大阪城公園とか天王寺公園とかって、かなりの部分がそうやってこう民間の商業施設が、進出してるわけですね。で、この、で、そこからこう、利益を得ていこうという方向性があるわけですけれども、
公園というのがなんでそんなに価値があるかっていうと、基本的には公園というのはいいところにあるわけですよね。都市の中でのとてもいいところ、いい場所にあって、一等地にあるわけですよね。で、広大な敷地を持っていると。そういう場所がなんでこれまで用意されてきたかっていうと、それはもう市民の、あらゆる市民にこう開いていくっていう、とりわけこう、なかなかこう金銭を支払って、楽しむことができない、環境を享受することもできないような状況にある人のために公園というのは開かれ、とりわけそういうふうに開かれなきゃいけないという理念のもとに近代公園というのは形成されていくんですよね。だから利潤に委ねられなくて、利潤の論理で運営者にならないということになったわけですよ。これはある意味市民のものなんですよね。ところがそれをこう、こういう形で、民間に譲っていくというか、こう民営化していくと、そこから莫大なる利益が得られるわけです。で、ここにはまあ今のこの資本主義の構造っていうのがよく現れていて、つまりそれまでが何かこう、新しく生産をしていくとか新しく製造していくっていうようなことから利潤を得るんじゃなくて、これまである意味で言うと、こう民衆が価値を高めてきた、人々が価値を高めてきたようなものをこう囲い込んで、それを売っ払っていくわけですね。それを売却することで、こう仲間にこう利益を配分していくっていうような構造になってるわけですね。で、これもまあいわゆる略奪的構造がとても見えやすいと思うんですけど、今の現在のシステムの向かっている先っていうのは、そちらであるというか、ここでね、こう経営封建制と言われていたような現象っていうのは、とてもよく今の日本の動向も示しているというふうには思います。グレーバーの基盤的コミュニズムについて、コミュニズムはすでに日常に存在し、日常の基盤となっていると説明されていますが、どのようなことか改めて教えてください。親子の関係がまずそうなんですよね。親子の関係っていうのは基本的に、例えば親がね、子供、まあ基本的ではですよ、例外もあるでしょうけど、基本的に子供が何人かいたとして、この子はこれだけ家に貢献したから、ご飯はこれだけ多いとか、お小遣いはこれだけとか、そういう発想しないですよね。年齢によって区別はしたりするかもしれないですけど、能力によって、基本的にこうお小遣い増やしたり減らしたりとか、愛情を増やしたり減らしたりとかはしないものですよね。で、あと親も別に子供に奉仕するけれども、子供にそれだけの対価が、もらえると期待して奉仕するわけじゃないですよね。で、こういう関係っていうのは、例えばまあこれは恋愛の関係とか夫婦の関係とかもそうですよね。交換じゃないんですよね。交換の論理にした途端にその関係は終わるっていう、ような関係性ですよね。で、これ僕よく引き合いに出すんですけど、まあグレーバーが引き合いに出してるからなんですけど、シートン動物記のシートンっていう人がいますよね。シートン動物記っていう本で有名なね、シートンっていう人がいますけど、シートンの親父さんっていうのはちょっと変わった人で、シートンが生まれてからずっと彼にかかった費用というものをメモしといて、帳簿につけといて、でシートンが独り立ちできるっていう時に全部請求したんですよね、その額をね。で、そしたらシートンはね、それを請求されて激怒するわけですよ、一瞬。で、ちょっと考えて、もう全部支払って、で、それ以降、親との関係、父親との関係は一切断ったというね。で、要するに、金の切れ目が縁の切れ目なんですよね。親子の関係は金の切れ目が縁の切れ目じゃないんだけど、その関係に金の切れ目が縁の切れ目っていう交換の論理を導入したから、もう関係が切れちゃう。ですよね。
でこれはまあ恋人の関係とかもそうですよね。こう最悪の例としてよく出されるね、別れ話を出されて女性から切り出されて男性の方がね、お前にはこれだけお金使ってきたんだから返せつってね、こう請求書出すとかね、まあそれがこうやっぱりそれは違和感あるわけですよね。違和感あるし、それはやっぱおかしいと思うわけですよ。なんでかっつったら、それは交換の関係じゃないからなんですね。こう、恋人の関係もね、親子の関係も。で、これはね、恋人とか親子とか出すと、ちょっと異例の関係のように見えますけど、実はこういった関係性っていうのは、僕らがこう、どんな時でも作動していると、いうのが、こう、人類学のこう見方なんですよね。今の僕らのこう、とても合理的に見える資本主義の社会でも、例えばこうどんな先端的企業でも、これコピー取っといてとかね、これちょっとこれハサミ貸してくれないかなとかね、そういう無数のこうそれにいちいちね、今日これ貸したからお金、レンタル料ちょうだいねとか言って対価受けませんよね。でそういう形でのこう対価を求めないやり取りで、大企業ですら成り立っていると、資本主義の最先端を言ってる企業ですら成り立っていると、いうような、というふうに見るわけですよ。でこれを基盤的コミュニズムって言うんですよね。基盤ってだっていうことは、それがないと、それがないと、この世界そのものが動かないっていうことですよね。もう動いていかないということですよね。で、グレーバーはよく、資本主義っていうのは基盤的コミュニズムの悪い組織法であるというふうに言ってましたけど、これね、なんか実感するときはね、結構ね、日本はね、実感しやすいんじゃないかなというふうに思うんですよ。で、どういうことかっていうと、なんとなく思いませんか？大体、なんかこう、我々の、いわゆる日本社会の中で育った人たちって基本的に、まあもちろんね、いろんな問題ありますけど、差別の問題とかいろいろありはするけど、基本的にまあお人よしっていうか、こうまあまあまあ空気に、空気というか圧力に弱いとか、まあやっぱりこう上の人に弱いとか、そういう、いろんな側面があるんでしょうけど、基本的にお人よしなところもあるじゃないですか、たっぷりとね。でそれにつけ込まれてる感じはするじゃないですか。なんか会社とかなんかいろいろこの我々のちょっとこうちょっとした犠牲精神とか、ちょっとしたこう、まあ自分がここでまあここで自分が余計な苦労を人よりするけど、まあいいかみたいな形でね、やっちゃうことって多いじゃないですか。で、あとで、まあ別にだからつって、それ対価求めたり、それをこう、なんか、孤児もしたりしないような人って結構多いと思うんですよね。で、そういうところに相当つけ込まれてるとは言われると、なんとなく分かるような気がするんですよ。基盤的コミュニズムを資本主義っていうのは悪い形で組織してるっていうね。合理的な経済人がいて、それが合わさってこう資本主義を形成してるんじゃなくって、あんまり合理性とか利己性で動かない人間の利他的な側面とか、人間のケアのケアとか奉仕するようなありようというものをにこうあの手この手でそれを利用しながら成り立ってるっていう気がしますよね。もし我々がそんなふうな善意を全部撤回したら、日本の社会って成り立つでしょう、おそらく。終わりにでは、苦痛まみれの仕事でない仕事で生きていける世界があり得ることへの想像力が論じられていますが、ブルシッドジョブが生まれない世界としていくためにはどうしたらいいか、原著者であるデイビッド・グレーバーの考えや酒井先生ご自身のお考えを教えてください。仕事のあり方に対して、今みたいなこういろんな人がこう苦労して、苦痛を覚えながらこうなんとかこう生きるためにはしょうがないと思いながら、
やっている世界とは違う世界の想像力っていうのはもうすでにあちこちにあると思うんですね。でよくね、こう、最近の議論で使われる、よく、まあいろんな人たちがよくこう引き合いに出すのは、こう、スタートレックっていう SF があるんですね。で、スタートレックの世界っていうのは、基本的にここでいうコミュニズムの世界であるというふうにもよく言われていて、っていうのは、スタートレックの世界っていうのは、基本的に、経済学でいう希少性が克服されてるっていうふうに言いますけど、希少性が克服された世界なんですよね。つまりもう物資を得るために人は苦労しなくて良くなってる世界なんですよ。なんでかって言ったら、それはあのレプリケーターって言って、食べ物も含めて全部こう DNA レベルからコピーする装置が生まれていて、だから食べ物も何もかもあの得るために労働しなくていい世界なんですよね。で、じゃあ彼らはこうスタートレックの船団に乗って、宇宙を探検する人たちはどうしてこうあれをやってるのかって言ったら、あれはボランティアなんですよね。みんなあれ好きでやってるんですね。あれみんなこう宇宙を冒険したい人たちのプロジェクトなんですよ。そのプロジェクトに心からこう賛同して自らこう選んだ人たちが、それをこうあの自分の使命として選んだ人たちが、あの使命を閉じたこう冒険をするっていうのがあの世界なんですよね。で、あのそこにもね、こうあのもしかすると今こう 3D プリンターとかこういろんな新しいテクノロジーも、似たようなテクノロジーも現れてますけど、あのブルシッドジョブ論でも、で僕の本でも強調しましたけど、もともとその発想の始まりの一つはこのケインズの議論ですよね。ケインズっていうのは、実はこう今の我々の世界っていうのはもう希少性が克服されてる、ほぼ克服された世界であるというふうに、100年前に考えたわけですよね。だから我々はもう労働しなくてよくなると、労働から解放されている世界の中にこう我々生きているというふうに、予言したわけですよね。ところがまあ全然そうなってない。でも実際にその物質的条件は、実はあのすでに我々は可能にしてるんだっていうのが、このブルシッドジョブ論の基本的な出発点なんですね。つまり我々はこうすでにケインズが予言していたように、あのほぼ希少性というものをめぐってさまざまな争いをするような必要がない世界に生きていると。あのまあもちろんね、こう資源とかこうなんか大きなね、まあもちろんね、いくつか残ってるのはそうだと思いますよ。でも基本的な傾向としては、我々の世界というものはどん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 こう希少性を克服していく、スタートレックのある意味でそういう世界に近づいていると。ところが僕らはね、そういった中でどういう世界を組み立てられるのかっていうことを全く考えられない状況にあるわけですよね。だからこう仕事がなくなっていくよと、 AI で仕事がなくなっていくよというと、すごくね、あの地獄のような状況が待ってるんじゃないかというふうに、言われるし、実際にまあそういうようなあの状況に陥ってしまう人もたくさんいるわけですね。でも、もし、今の物質的条件で社会の方向性が根本的に変わったならば、我々は労働が必要でないという条件を、我々の生存の危機ではなく、我々が労働から解放されて、我々が自分の人生を自由にプロジェクトとして立てて生きていく時代がやってくる、来たんじゃないかというような発想も、可能であるかもしれないと。つまりスタートレックのように、
スタートレックの船員たちのように自分はこの宇宙の冒険に、人生を捧げるんだというふうな自分の人生のプロジェクトの自分で選んだプロジェクトとしてそれをこうやるそういう人生があり得るかもしれないと、そういう新しい世界が実は広がってるかもしれない足元でもうすでにというふうにも考えることができる、これをねグレーバーたちは言ってるんだと思うんですよね。